こんばんは、魔女めぐみでーす。今日は中国コスメファーシーズ、このね、花にしこって書いてファーシーズって読むんだって。このファーシーズのエアフェイスパウダーっていうのがなんかいいぞって、いいんだぞいって私の大好きな YouTuber の女の子が言ってたので買いました。これをレビューしていきたいと思います。とりあえず今化粧水乳液、あと下地終わったんで、ファンデーションを塗っていきたいと思います。今ね、コロスケがね、膝の上でね寝てんの。かわいい、かわいい。ナックルはそこで寝てんの。かわいいわ。これこうやったらかわいいかな。癒されるから、ナックルを移した方がいいかな。とりあえずファミマコスメソポ03番、このソポのクッションファンデはちょっと白目にできてるので、他いつもよりもちょっと暗めのやつ買いましょう。こうなんかこう店頭で見て標準の肌色とか書いてあるのはちょっと暗いから、私いつも標準オークルのちょっと明るめなんだけども、3番を買ってみましたでございます。案の定ちょうどいい色でございました。で、いつもさ、私さ、鼻のすする音がうるさいでしょ。鼻中隔湾曲症つって、骨がね、鼻の骨が、なんか曲がってる、なんかすごくこう、穴が、小さい現象なのね、私。耳の穴もめちゃ小さい上に変な風に曲がってるから、こう耳かきが入らない、つうか、イヤホンも入らないっていうか、耳かきを入れるときは、どうやるかっていうと、こう一回耳を引っ張って、穴がね、こういう風に落ちてんのよ、こう、トンってこう大げさに言うと。だから、ここ、もう穴、こうないのね。だから、こういう風に引っ張って、こう入れてやんないと入んないし、あと、イヤホンも、耳も極端にちっちゃいから、穴もちっちゃいけどね。全然イヤホンも入んなくて、何にも入んないです。子供用とか、これ誰でも入るよっていうやつも、まず穴がないので、ここに。こうなってるから。だからね、なんか穴がちっちゃいのか、で、曲がってるし、やっぱそれが鼻も耳も、だから、こういうブリーズライトつけないと、こう、穴をね、もう外側から開けてやんないと、ダメなんですよ。だからなんかね、鼻のすする音が、前回のメイク動画、うるさかったでしょ。私、あれ、すごいなんか恥ずかしくてさ、反省したというか、聞き苦しかっただろうなと思いながら、それで今日はちょっと分かりにくいんじゃねえのって思うんだけど、こんなブリーズライトやってます。大人用のやつ、でっかすぎんだよね、なんか。でっかすぎんのよ。ダメなのよ。だから子供用、キッズ用のやつ。キッズ用のなんか肌色がねえのよ。ねえんだっけ？キッズ用の肌色がねえんだっけ？で、こうやって塗りました。まあ、とりあえず塗りました。こんな感じで。で、このファーシーズの、これね、プレストタイプとパウダータイプの、パウダータイプがいいって言って、私の好きな YouTuber の子が、パウダータイプ使ってたらしい。プレストタイプのが本当は好きなんだけど、ラプードルみたいなね。でも一応、パウダータイプを買ってみたんですよ。で、こう、網みたいになってる子、この網状、この網状も私あんま好きじゃないんだけど、なんか出てんだか出てねんだかわかんなくない？これ。この網出て、ほんと出てんのみたいな。で、このね、私、昨日も一昨日もこれで化粧してみたんだけど、めっちゃ粒子細かい。もう開けた途端になんか、わーってこう、玉手箱かっつうくらいの煙が舞ったっていうね。もう今日舞わないね。一応こう、もみってして。じゃあつけてみまーす。ちょっとね、鏡を持って。つけてみます。これ、ライトだ、自然光じゃないからわかんないかな。これはね、透明マットなんで、透明マットなんだっけ、透明マット。透明マットなんで、白くはならないけど、マシュマロ肌になるよってやつね。ちょっと、自然光じゃないからわかんないのかな、この。ちょっと、リングライト消してみますね。わかんねえ、リングライト消したらやべえ。全然わかんねえ。こう。
こんな感じで。なんかね、でもね、がっつりマットというよりは、セミマット、セミマット、まあね、マットっちゃマットだな。でもね、私、二日間にわたって使った感想は、やっぱラプードルが一番いいなっていう。こういうマット系っていうか、マシュマロ系にしたいんだったら、ラプードルが一番いいかなっていう。でも、これがなんか5000円しないのよ。しないにょにょなって。うん、しないのよ。5000円しないの。4700円。まあ、なんかね、中国コスメだけあって、なんか値段がバラバラなんですが、アマゾンで買ったんだけど、これは4700円くらいだったわけ。で、まあこれでラプードルくらい持つのならば、結構いいかもしれないっていう感じです。ちなみに、お気に入りのラプードルの付き具合が、ちょっと半分こっちのおでこにつけてみますと、こんな感じになって、あ、でも、ちょっと待って、ちょっといいんじゃないこれ。花にしこいいんじゃない花にしこ。あ、ラプードルはちょっと、薄い白くなっけど、あ、ピンクっぽいな。ラプードルピンクっぽいな。あら、ちょっと花にしこいいんじゃないこれ。あれ花にしこいいな。で、ちなみに、お気に入りのこれ、ツヤ肌のコスデコを使ってみますね。これもお気に入りなんだよね、私ね。これはマットというかツヤ。これをこの辺に。これはもうこの辺に塗ってみますね。ああ、いいね。コスデコいいね。コスデコいいね。結果な、どれもいいな。ちょっとコスデコ全部塗る。こう近くで自分で鏡で見た感じ、なんかコスデコ久しぶりに使ったのよね。最近ミラノコレクションかラプードルばっかりだったんですが、ちょっとトーンアップさせたいならこっちのラプードルコスデコ系で、そのままの肌でマシュマロつか、ちょっとツヤも残るから自然なマシュマロ肌になるかも。肌にしこ。ファーシーズ。これ今度昼間、リングライトじゃないとこで、もう一回付け比べしますからね。私メイクやるたびに、フェイスパウダーは自分持ってるやつ付け比べますわ、今度から。でも、ファーシーズ、いいな。いい。なんかこれ、だから好みだね。もうね、好み。ただ値段的に、ファーシーズ、このファーシーズ、コスデコ、同じような値段。5000円、5500円かな、こっち。こっちは4700円。でもコスデコはね、なくなんない。だから、そのコスパ的なのと、クオリティ的なのと、総合すると、もしかしたら総合優勝これかもしんないね。ツヤ系部門の総合優勝。ツヤ系部門、まあ、フェイスパウダー。でも私はこれはもう、なんか別格なのよ、これ別格。これはもうすごい。香りがまず癒されるし、こっちは持ち歩けないじゃない？こっちすごいコンパクトで持ち歩けるから、まあこれがやっぱり、優勝させたい。優勝。何言ってんの私。大丈夫？大丈夫そう。これから、濃ゆいメイクを。私はもう濃ゆいメイクしか勝たんということで、濃ゆいメイクをしていきます。あ、その前にちょっとここにもミラノコレクションがあったんで、ほんと皆さん、またしつこく言います。ミラノコレクションにはこのロージーローザーのパフを使ってください。絶対こっちのパフの方が、もう、ミラノコレクションのパフはうんこだからうんこ。マジで。ミラコレのパフめっちゃうんこ。ミラコレのトーンアップ力半端ねえな、これ。でもミラコレも高いじゃん。高いけど、これなんか最近気に入ってるんよ、このパフ変えてから。で、割りかしほら結構入ってるし、で、なんかパッケージも、それ、パッケージ一番大優勝じゃん、これ。だから、マシュマロが好きな人の中では、このパフさえ買えれば、これ、
いいかもしれない。これすごいいいかもしれない。でも次の年に、これ今年なんだけど、次に出るやつはもっとこう分厚いやつなんだよね。なんか毎年違うんだよね。分厚い、細い、薄い、分厚い、薄いってなんかこう順番になるみたいで、なんでなんだめないっていう感じなんだけど、私は、まあこれはまあ2年ぐらい持つしょ、これ。そんな持たないかな。ちょっと使ってみますね。ただ私こんなにパウダーいっぱいあるからさ、こんなに。もっとあるからさ。とりあえず毎回フェイスパウダーは私、やってみますよ。やってみます。で、このファーシーズも、なんつうの?太陽光でちょっとやってみますね。ということで、一回クソほど濃いメイクします。はい、ここからアフレコでやらさせていただきます。結局ね、ファーシーズ、良かった。結果的に良かった。なんかね、私持ってるお粉で、あんまり悪いやつないんだけど、キャンメイクのね、リニューアルされる前のやつの粉は、ちょっと乾燥肌の私には向かなかったから人にあげました。あと、イニスフリーの粉も、なんかやっぱ乾燥するんだよね。でも、今さっきつけた何個かは全部乾燥肌でも、まあもちろんちゃんと化粧水乳液クリームつけて保湿はしてるけど、保湿してもカサカサするのがやっぱキャンメイクとかイニスフリーだったんだけど、全部私今お気に入りで使ってるのはカサカサしないの。カサカサしないのよ。それでお化粧ちょっとだけ説明しますと、今日はクリオ先輩のシンプリーピンクのアイシャドウパレットを使ってます。で私やっぱり濃い化粧じゃないと顔が盛れない。目を大きくしたりさするのもさ、なんかさりげなくは私もできないわ。やっぱりさりげなくやったとしてもブスだわ、さりげなすぎて。だから濃くすることにしたもん。ずっと。もうナチュラルメイク、私の動画ではナチュラルメイク見れないと思ってください。で、バーガンディのね、薄のバーガンディのアイライナーかわいい。はっきり、発色もいいし、かわいい。で、この、なんかね、髪の色に合わせて、でもちょっと落ちてきたんだよね、なんかね。ピンクっぽいのも入れたはずなんだけど、ちょっとピンクみのカラーが落ちてきたから、ちょっと美容師さんに言って相談してみます。なんか落ちるのちょっと早いなと思って。でこのね、涙袋もこのパレットでできた。薄いやつあってできた。でロムアンドもいろんな光り方するやつあって、これはピンクっぽく光るラメのやつで、イニスフリー塗ってからロムアンド今塗ったんだけども、なんでかっつうと、イニスフリーのがラメ細かいのよ。細かいやつ塗ってからロムアンドは結構大粒だから、細かいの塗った後に大粒塗った方が可愛いかなと思ってやってみました。それで眉毛もクリオ先輩の一番濃いやつを使って、なんか髪色に合わせて赤い眉毛にしていこうかなと。最近はなんかね、この100均で買ったちっちゃくて張りのあるブラシで描いてるのが多いかな。なんかね、眉頭はあんまりブラシから粉をガーって取った状態で、眉尻だけに粉をつけたやつでやっておりますね。で、これは、まつげ上げた後に、まつげとまつげの間、絶対こう、ひっくり返した後にこう、塗ってないと、なんかこう間抜けな感じになっちゃうのね。で肌はセミマットに
し、あのフェイスパウダーセミマットにしたとしても必ずハイライトでツヤを作るというね、あの何がしたいんだみたいな感じにするんですよ私は。そしてシェーディングをするわけなんですけども、やっぱりシェーディングはこのキャンメイクのやつしか勝たんということで、あのそのうち上半期私のベストコスメみたいな動画を出そうと思うんで、またその時はよろしくお願いいたします。終わりました、メイク終わりました。ちょっとアホ毛があるんで、ドンキで買ったこのアホ毛抑えるやつで、これねちょっと前にやったドンキ購入品に購入品動画に載ってます。アホ毛がさりげなく収まるんで、収まってね、ちょっと待って鏡見ないと分かんない。あ、うんうんうん、収まった。鏡画面見ながらやっても分からない、鏡見たら分かった。 OK です、こんなになりました。この濃い、とにかく濃い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 。でも最近はあのこのバーガンディのアイライナーを使うんで、茶色とか黒よりはどうなんだろう、まあ派手ですけどね、でもあれよりはちょっと濃くないかな、いや濃いかな、どっちにしろ濃い濃いメイクが好きだからね。まあ私今日は久々にこのクリオのシンプリピンクを使ってみましたけど、やっぱ粉飛びはするけどいいね、やっぱりね。ここの色がもうめっちゃテカテカで可愛かった、この色がめっちゃテッカテカで可愛かった、これテッカテカ、あのこれテッカテカで可愛いわ、これこれ可愛かった。でこのくすみ色のこのちょっとラメ入りとラメなしと、これなんだ、これはあこれも可愛いね、手がシワシワです。まあなんかブルベもイエベも合いそうなピンクでした、ピンクでございました。やっぱね私濃いメイクしないと漏れないわ、顔が漏れないで、最近ハマってるのがこのピンクのマスクなんですよ。なんかねずっと白か黒つけてたんだけど、なんかピンクが似合うんじゃないかということに気づきまして、はい、あ、はい。で、こう、パーソナルカラー診断じゃないけど、やってないけど、なんか、昔は白いシャツなんて似合わないと思って着なかったし、まず黒とかしか着なかったし、黒か柄ね。で、こんなピンクのマスクなんか絶対似合わないだろうなと思って、買わねがったんだけど、あれちょっと私白いシャツも、まあ、リネン素材のだからかは知らないけど、白いシャツも、意外と似合ったし、これはもしかしたら黒いマスクとかよりもこのピンクのマスクの方がいいんじゃねえかと思いまして、ハシドラで買ったところ、あ意外といけんじゃないって。なんかね皆さんもね、自分がなんかこの色は似合わないんじゃないって思ってる色でもワンチャン試してみると、あら意外と似合うんじゃないっていう。でね、普通の人はこうやって動画を撮って自分を見るっていうことはないと思うのよ、あんまり。私はさ、ファッション動画とかって撮るけど、でもね、一番わかりやすいと思う、私これ。試着室に入って、こうやって、試着して鏡を見るよりも、赤裸々なの、なんか、その画面を通した自分を見ると、めっちゃわかるんですよ。だから、あんまりそういう習慣ない、まあ普通ないんだけど、ちょっと撮ってみてもいいかもしんない。なんかめんどくさいかもしんないけど、その日着たコーディネートをちょっと動画で撮ってみる。で、後から客観的に見てみるっていうのをやってみると意外と知らなかった扉が開けるかもしれないですよ。私はそう思います。で、好きだけど、あら、これ意外と似合わないんじゃないっていうのも、発見できるし、あと、メイクとかも、とか、おしゃべりとか、なんかこう、何気に、
別にどこにも動画上げるわけじゃなく、普通にこうメイクしながら、喋りながらっていうのを画像に収めてみて、そうすると自分がいかに、なんかこういう顔してんだ、あ、こういう横顔で人は見えるんだとか、あ、自分ってこの辺ハゲてるんだとか、そういうのが意外とね、分かって勉強になるっていうのが、私は YouTube を始めて分かりました。なので、YouTuber でない皆さんも、ちょっとお試しになったらいかがでしょうか。ということで、今日はね、このブリーズライトのおかげで、あんまりね、まあ、アフレコが多いけど、あんまり鼻スースーもしなかったので、私的にはちょっと安心かなみたいな部分があります。ということです。そういうことです。では、犬ちゃんはどこにいるの？あら、ワンちゃんいない。ワンちゃんはあっちのソファーでくつろいますが、汚いから見せられません。では、ファーシーズは良かったぞっていうことでした。大丈夫？大丈夫そう？なんで、いつもフェイスパウダーのレビューはしてきます。あとまたザラを買う予定なんで、また買ったらザラコーディネートやってきますので、皆さん、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いしまーす。魔女めぐみで、いつもここで噛むんですね。もう名前変えようかと思っちゃってるくらいですね。でも、もう、めぐみという名前がゆえに、小学校の時に、とか中学校かな、魔女っ子って言われる時があったんですね。それが魔女っ子めぐちゃんね。だから、うちの店、魔女っていう、孤独の魔女っていうね、魔女がつくんですが、まあ、そういうなんか、雑談はおいおいということで、魔女めぐみでした。ご視聴ありがとうございました。